今回はですね、このマルハンニチロのパイシートを使ってアップルパイを作ってみようと思います。今回のアップルパイは、とにかくですね、手軽にめんどくさい作業なしで作ってみたいなということで、進めていきます。まずこちらのパイシートですね、4枚入りの冷凍のタイプのものをですね、購入してあります。ですので、えー、パイシート4枚入ってて冷凍したままだと、 凍ってますので、くっついてて取れないので、軽くですね、解凍して、剥がせるぐらいにですね、しておきます。中に入っているパイシートなんですけれども、このような感じになっていて、ブルーのシートでですね、区切りがありますので、この部分から1枚ずつ取り外せます。今回はですね、アップルパイの土台の部分の下のシートで1枚使って、あと上にですね、網状にです、ね、なるように、 カットしてのせてですねこうパイ状にするのにですね使う分のもう1枚ということで全部で2枚使うということにしましたそしてですねできるだけパリッと仕上げたいなという薄い感じのですねパイ生地にしたいなということでまずですね綿棒でこのような感じに引き伸ばしましてあとですね土台の部分になるところでフォークでですねこう トン,トン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 とですねちっちゃい穴を何箇所も開けるようにしてありますで1枚目の方はこのような感じでもう出来上がりで、えー、とカットとかはこの時点ではしないで1枚のまんまですね使っていますそれと綿棒で引き伸ばす時なんですけれどもしっかりとですね打ち粉をしないと、あのー、くっついてしまいますので打ち粉だけはですね事前にしっかりですねしてから伸ばすようにしてみてくださいそして次にですね 上に網に網なる部分ですね、そちらの方を作るんですけれどもそちらの方のパイシートの分もですね薄くある程度伸ばしてあとはですね縦にカットして棒状にですねカットするっていう感じにしましたで長さはですねちょっと短いんですけれども、まあ、短い部分はちょっと重ねてですね斜めにかけてですねやるっていう具合にしてまあそれほどですね深く考えないでこういう感じで作りましたね でパイシートがですね作り終わりましたら用意終わりましたら次にですねりんごのコンポートの部分ですね作っていこうかなと思いますりんごはですね先日動画でも紹介したですね長野県の秋葉栄ですねそちらのりんごがですねアップルパイにすごく良さそうだったのでその長野県のですね、秋葉栄を使いました というのも甘さも結構ですねしっかりとありながら酸味もですね結構あってですね甘さと酸味両方あるリンゴでアップルパイにするとですね最高に美味しそうだなということと、まあ、アップルパイにもぴったりですよというふうに書いていましたのでそういう観点からですねこのアップルパイ作ってみたら美味しそうだったので作ってみたいということで、えー、そのリンゴですね使っていますでリンゴのカットの大きさなんですけれども今ですね写真の方にあるような感じの大きさで それほど大きすぎず小さすぎずという感じでこう食べた時にですね食感が残るぐらいでカットしてありますおおよそですねまあ一口ぐらいでこう食べれるかなっていうサイズのものをこういうふうにですねたくさんカットしておいてえりんごはですね1個分使ってますで砂糖なんですけども 40g か 35g 使ったんですけどもこれですねちょっと入れすぎたなというぐらいですね甘くなってしまいました はいですので多分リりんご1個に対してまあ、大きさにもよると思うんですけれどもだいたい 20g ぐらい砂糖 20g ぐらいあればですねいいかなという印象ですねで作る時なんですけどもまず最初にバターですね、えー、たっぷり溶かしてそこにですねりんご投入してであと砂糖ですね入れてじっくりですね炒めるんですけれどもだいたいりんごの方ですね中心の方まで透き通るような感じで火が通りましたら大体ですねそれで出来上がりという具合になります でその後仕上げにですね私の場合は今回シナモンシュガーをですね軽く振ってシナモンのですねいい風味をプラスしたという仕上げにしましたで次にですねオーブンで焼き上げる準備ですねえっ、ー、と下にですねまずさっき作ったパイシートでコンポートをただ乗せるだけ乗せてで細く棒状にですねカットしたのを網状にですね上に乗せていったという作業ですでこのあとですねあのもう 簡単に作りたかったので今回はですね卵表面に塗るとあの綺麗に焼き上げできるんですけれどもそれもめんどくさいなということで卵を塗らないでやったらどうかなと思ってやってみたんですけれどもまあこのまま焼いたっていう感じですねはいまあ最終的な結果としてはですね卵塗った方が やっぱり風味とかもあって、えー、いいんじゃないかなとは思ったんですけれども、はい、まあ面倒な作業をなしで簡単に作りたかったので今回こういう感じで進めていきましたでオ,オーブンの温度なんですけれども確かですね250度ぐらい高めでちょっとねや,のやってみてパリッと仕上がるかなと思ったんですけれども実際はですねこう外側がパリッといったんですけれども 中の方がですねなんかちょっともったりしたような感じになって思ったよりですね美味しくないなっていう食感に仕上がっちゃったのでまあおしくないことはないんですけどもまあぼちぼちだなっていう感じに仕上がっちゃったので、えー、もうちょっと200ぐらい度ですね200度ぐらいにして表面サクッと中もサクッとっていう感じで焼いた方がですね美味しく仕上がったんじゃないかなと後でですね反省したっていう感じになりますはいこれがですね出来上がりの様子になります えーと焼いてる最中ですね何回か2回ぐらいですかね開けてみてちょっと焼き色がですね薄かったりしたので追加で焼いたっていうのもあるんですけれども表面は割とパリッと仕上がってるんですけどもなんかですねあの水分がパイの方ですね飛んでしまったような感じでちょっと物足りない仕上がりになりました ただですねりんごの部分はですねこの長野県の秋葉梅使ったんですけども酸味も甘みもあってですねりんごの風味もいいのでこのりんごのコンポートの部分はすごく美味しかったですですのであのー、長野県のその秋梅ですねもし手に入った時にですねこのりんごのアップルパイ作ってみるとですね美味しくできるのでいいかなと思います あとはですね、これちょっと角度を変えて写真撮ってみたんですけども、このような感じに仕上がっています。まあ、中の方のですね、リンゴのコンポーこちらの方はですね、写真の見た目もすごく良くて美味しそうだなっていう感じあると思うんですけれども、パイの部分ですね、ちょっとあの乾燥気味の感じに仕上がってるかなっていうのがわかるかなと思います。えっ、ー、と、焼き上げの時に卵ですね。 あの塗ったらもうちょっと見た目がいいのとあと焼き終わってからですね軽くですねジャムアプリコットジャムとかですねそういうものを塗っておくとですね艶も出てですねいいので、えー、ジャムなんかですね用意しておくといいかなと思います私は今回ですねこのままの状態であとカットして食べたという感じですはいまあ自宅で作れてですねこれ作業時間がですねだいたい20分ぐらい ですね、20分くらいあれば十分できましたのでまあオーブンで焼く時間はありますけれども15分とか20分ありますけれども最初にですね予熱しながらやってでそれからですね準備してあとオーブンで入れるだけなので大したあのやあまあそうですねりんご焼く作業これが結構ですねちょっと弱ある程度強火でやってしまうと焦げたりすると思うので、えー、中火とかですね ある程度温度を調整しながらやったのでこれが少し時間かかったかもしれないですね、うん、10分ぐらいかかったかもしれませんので,、うん、であとですねパイシーとを軽く伸ばしてトントンってやってあのー、オーブンレンジの、えー、天板に乗せるだけなので、まあ、作業自体はですね、うん、多分20分ぐらいあれば大体終わると思いますあとはですね以前に紹介したリンゴをですねカットしてでそのまま並べて でバターをちょんとリンゴの上に乗せて焼くというタイプのですねやり方やったんですけれどもそれもものすごく美味しかったので、えー、そっちもですねやってみるといいと思いますはいまあ別の動画にありますのでそちらの方ですね見てみるといいかなと思いますね、はいまあ、今回こんな感じでまあまあ美味しく仕上がりましたのでえあのー アップルパイぜひですね簡単に作ってみてくださいこの冷凍パイシートですねすごく便利なので1つですね自宅にあるとなんかキッシュとか作ったりですねあとなんかかぼちゃスープとか作って上の方にだけですねパイのっけてですねオーブンで焼いてサクッと食べたりですねいろいろできますのでパイシートですね1つ冷凍のもの冷凍庫に入れておくと便利かなと思います